船輪の芋ようかんでね、ちょっとね比較したいと思いまして、船輪の芋ようかんを買ってきました。ね、すごい好きで、船輪の芋ようかん食べるために生まれてきたみたいなもんなんですけど、ちょっとねお値段が高いんで、いつもねこの1パックしか買えないんですよね。なんで今回はでっかいの作りました。じゃあ比較していきましょう。まあ、こんな感じですね。中身は。さあ、これをね、5本に切れてます。いきますよ。オン！何これ？大きさが伝わったでしょうか。ね、これがね、でかすぎて、これが何これって。本当はこっちが何これなんですけど、ちっちゃっ、かわいい。沖縄の芋ようかんって原材料がね、お芋と砂糖と塩だけなんです。芋やんっていうね。
羊羹なのかどうか。さてでね、結構ねこの作るときに皮を厚めに剥いたんで、きんぴらと、これはね大学芋じゃないんですけど大学芋風の、これ蜂蜜と塩コショウ和えました。揚げた皮の部分ね。はい、じゃあ今日はね玄米茶で乾杯していきましょう。乾杯。いただきます。いやね、この本物から食べてきます。まずお芋、美味しい。でもね、僕のおかんが好きで、大阪に住んでる時もおかんはね、なんか取り寄せてましたね、ふなわの芋よかんは。美味しい。さてどうしようかな、これこいつね、ここ切っていきますね。おお、危ない。でっか。さてじゃあちょっとね、僕が作った方が、こすのをね、さすがにこの量途中でめげてね、ちょっとこしてないのと混ぜたんで、ちょっと粗いのも入ってます。いただきます。うん、うまい。ちょっとね、僕の方が、多分こっちで作る本物よりね、結構砂糖少なめにしてるんで、お芋の味がすごく分かって、甘さは控えめです。で、ちょっと量が量なんで蒸さずに茹でたんですよね。あれ本当は多分蒸した方がいいんですけど、その分ね、でもしっとりしてますね、ちょっと本物よりかは。これはね好みですね、どっちが好きか。僕はこっち。しっとり。ネット中でね、ちょっとお芋のつぶつぶもね、今僕がサボったからなんですけど、感じれて、これは手作り感があって美味しいです。じゃあ。いくらしっとりしててもこれすごい口の水分奪われますね。おいしい。じゃあね、そのきんぴらも食べてみましょう。きんぴら、うん、甘じょっぱくて、お芋の甘さもね、引き立ってて、これはうまい。本当はね、黒ごまがあればよかったんですけど、ないんで白ごま使ってます。蜂蜜、あいたやつ食べましょう。パンプキンシードと
これも普通にうまい、ね、そのまんまなんです、蜂蜜のね、胡椒。これでもすごい量だ、今回ね、お芋ね、10キロ使ってるんですよね。10キロ使ってて、皮とか剥いたりして、ね、何キロになってるのかちょっとわからないですけど、相当でかいです、これ。一個比べてみます、うん、分かるように置いておきますね、どれぐらい違うか、ね、これだけやったんですよ、何やこれって なりますからね、ちょっと分かるように芋羊羹かけてます。懐かしいな。なんかスイートポテト作る前の状態をよく僕つまみ食いしてたんですけど、それに似てます。まあでもこれにね、生クリームとかね混ぜて卵塗って焼けばもうスイートポテトなんで、皆さんも余ったらそうしてください。うん、ね、芋ようかん、生の芋ようかんのお召し上がり方がね、そのままでも美味しくお召し上がりいただけますが、オーブンで焼いてもねいいそうです。またフライパンでバターで焼くとね、コクのある風味の味になります。冬はおかゆやご飯と一緒に炊いたり、夏は凍らせてアイスのようにお召し上がりいただくなど、季節に合わせてお楽しみくださいませ、だそうです。皆さん、沖縄の芋ようかん、おすすめなんでね、買いましょう。作った方が安いです。うん。すごい食べ応えだね、これはね。とりあえずちょっと難しいな、こうかすごいね、テトリスみたいになってるね。美味しいけどね、食べるの大変だろうね。口の水分が一気に奪われる、これ。
きい。あ、めっちゃこぼれた。こんな食卓嫌だな。芋しかあれへん。晩ご飯って言われてね、これでできたらちょっと芋ばっかりやんけってなりますもんね。でもこれが今日の僕の晩ご飯です。おいしい、おいしいんですよ。めちゃくちゃうまいんですけどね。何これ。きんぴら。きんぴらをおかずに羊羹食う、
うまっ、もうそろそろ皆さんね、早く食べてほしいと思うんで、早く食べますね。いきます。肉食いたい。さつまいも以外が食べたい。やっぱりね、この生の芋ようかん、これ2本ぐらいでね、ちょうどいいです。結構重いんでね、これも。では、こんなにね、食べるもんじゃないね。楽しくなってきた。芋食いすぎて。これだけでもすごい量だ。
もうね、一口ごとに水飲まないと飲み込めない。すごい水分の取られ方が、これはギブアップで。いやー、これはね、もうね、こんなに食べるもんじゃないです、これは。まあ、皆さんもね、もう最初の時点でうすうす感づいてたと思うんですけど、これは残します。はい、またね、これはね、もうなんか違う、どうしよう、いろいろな食べ方して人に配ったりね、なくしたいと思います。で、次回がですね、もうね、ハロウィンの時期なんでね、ハロウィンメニューをね、作りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。